はい、お願いします。とりあえず謝罪思います。ランキはいいからデスマッチでプリエイムの練習しないと。スナイプ来た。ちょ、アレクサンダー来た。皆さんいつも僕にスナイプして30キロぐらいかっさらってくるアレクサンダー来たけど、これ勝てる？これバックにフラッシュ入れます。いきますよ。3、2、1、フラッシュ。CT1。そば60。ナイストライ、ナイストライ。一人いない？そう、一人いなかったですか、仲間。はい、お願いします。賭けやらないの？ビビらせてやる。誘導だよ。あれ、またお前じゃん。違うと思う、別人だと思う。いつもの人じゃないと思う、多分。フラッシュ入れますね。バッククリア。CT1。 CT2。 頼むから動いてくれ。スナイプしたんだったら動いてくれ、頼む。勝たせて。ナイストライ。いや、泣きたいんだけど、これは。ナイストライ。これ1ラウンドだけで判断するの僕よくないですね。1ラウンドだけで判断するの僕よくなかった。敵サイファーいないからみんなでゆっくり B の方行きませんか？これ本当はエコランだけどジャッジで B の方守ります。遊びは終わりだ。音割れすぎだろ。面白くない。僕来た。おもんねえ。切り開く。この人は面白くないです。あのからちゃんとやってくれ。いいですね。偽物だ。うわあ、CT1 とタピオカ1。やられたと思った。頼む、ママから。あのね、僕の偽物の相場さんは試合ちゃんとやってくれるんですよ。あの、ちゃんと試合やってくれるんですよ。セイジさんね、それただのトロールなんだわ。あの、僕じゃなくて僕以外の4人に申し訳ないと思ってやめてほしい。それできるかな。お願いしますね。ガチのゴミ来たな。総部屋さん助けて。三人ですね。クラッチ。静かに静かに。癒すだけではないわ。静かにってよ。なんで買ったのこれ。政治家を。僕以外だったら三人やで。こいつ反応も。今のなんで買ったの今。これウルト使ってビーナカ入りますね。敵の情報を取ります。入り口1。マーケットレーダー。まだマーケット。CT1。トップ2。ここにいるぞ。まっそいってトップに来たやつを裏からやると思ったけど普通に負けたい。ごめんなさい。スナイプをねしないでください。とりあえずナイス。
もうこれも VC 消していい、これこれ VC 消していいですか、これダメ。いい、よかった。あー、ちょっとボイス消してたトロールするってんだけど、なんでこんな人質にされてんだ僕。どんだけ承認欲の塊なのこれは。せいじさん、試合キャリーしたら輝けますよ。リスポから動かなくなった。トップワン。ねえ、勘弁してほしいんだけど。ナイス。下げランしてたらハリシに当たって気分悪いわ。せいさん、それ無理があると思うよ。みんなからつまんないって言われたから、たまたまマッチングしちゃったんです、下げランしてたらってことなんだろうけど、ちょっとね、無理があると思いますよ。そう、きついと思う、多分。あのね、それはきついと思うんだ僕。トップ2番、クローブ39。ナイス。俺はこんな化け物を産んでしまったのか。せいじさんね、チャットでごちゃごちゃ言うんじゃなくて、普通に VC したらどうですか。トップ1だよ。まして、トップ2まだ1。VC するのってそんなに敷居高い？いや、せいさんね、少なくとも、今僕とマッチングしてつまないって言われたからトロールします。たまたまマッチングしただけですって言い訳するよりは、恥ずかしくないと思う。僕が客観的に意見述べてるんであれば、多分そうだと思うけど。政治の真似お願いします。あ、笹さん、サブスクライブありがとうございますね。あと30秒。政治の真似じゃやりますね、じゃあ。僕は、これで人気者になれるんだもん。こんなに良いキャラに受け入れられないわけないんだもん。なあ、この世界を壊してやる。うわあ、みんな巻き添えたこの試合の9人。
ナイストライ。あ、なんかセージVC 入れたら喋ってくれるらしい。セイさん VC つけましたよ。どうぞ喋ってください。みんなでビーラッシュしませんか。セイさん VC ありますよ。とりあえずみんなで行きませんか。スパイク投げください。僕プラントするんで。これスパイク持って放置してから倒すしかありませんね。全員倒しましょう。みんなで頑張って。バッククリア。タピオカワン。トップ2番。おいみんな見てくれ、ナイプ同士で傷舐め合いしてるよ。よも滑ったなこれ。スナイプ同士で前者で傷舐め合いしてるんだけど。いやもうよくないと思うんだけどこういうの。とりあえずセイジさん喋ったらどうですか。とりあえず、あ、煽ってるわけじゃないですよ僕。あのチャット欄で、あの全茶を使ってまでみんなでごちゃ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 言うんであれば、他の9人に申し訳ないから VC すればいいんじゃないかと思うだけですよ。セイジさん、あのそもそもの話をするんですけど、普通に試合やってれば多分誰も文句言わないですよ。今からでも全然間に合うと思うんで、みんなで頑張りましょう。トップオペレーター。ナイスリコン。トップまだオペレーター。やっぱ置いてるよな。ごめんなさい。真面目に試合したら少なくとも俺は言わない。うん、もうこれみんなそのセイさんがちゃんとやってくれたらみんな文句やめてあげてください。僕その勝てれば何でもいいから、試合してくれれば。最後の一人だ。ナイストライ。ソバさんごめんなさい、ちょっとピン遅れました。ナイスナイスナイス。セイさん VC しないなら切っちゃいますね。あ、お願いします。はい、お願いします。頑張りましょう。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。ちょうど後半こっからですからね。前半のこと忘れてみんなで仲良くやりましょう。禁止、みんな仲良くやり、仲良くやります。仲良くやりましょう。仲良くやりましょう。仲良くやりましょう。僕は忘れます。前半のことは。前半の彼の悪事はもう忘れます、僕は。構成してもらえば僕何でもいいです。スパイクドロップ。ロビー2。うん、あのちゃんと試合してくれるのを求めてるだけだったから、試合してくれれば僕何でもいいですよ。まだ唯一良くないとこがあるとすれば、下げランしてるとこかな。うん、下げランしてるところは全部バロラントプレイの敵だから、そこはすごく良くないと思う。そうですね、仲良くやりましょう。仲良くやりましょう。仲良くしたいけどきつい。チャットでいちいちその自分の情報ガチャ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 言うのきつい。ちょっともう黙々とやってほしい。
試合を。もう本当にお願いだから。ナイス。もういい。まだ、いや、共感性周知が、感してくるのがきつい。こかないよ。みんな言われてますよ、こかないよって。あのね、せいさんね、この赤がシルバンとかそういう問題じゃなくて、僕らが今話してるのは、本赤のランクがすごい高いんであれば、強いところを見せてほしいって話を今してるんですよ、今ね。別にせいさんがこのアカウントシルバー1で本枠もっと高くてもいいんですよ、全然僕はね。全然いいんですよ。本当にうまいってところをね、1ラウンドでいいから見せてください。ナイストライ。ハリーさん、本物では何と意味ないんですよ。いや、僕まだ改心できると思う。18歳だから。18歳だから僕まだ配信できると思ってます。入れてくれると思う。最初はね、変なことしようと思ったわけじゃないと思うから。ロビー1。ロビー2人いました。そうか、見ましたよ。許してあげませんか？許してあげませんか？僕は許すから許してあげませんか？待って、考えてください。この子が今日どんな気持ちで寝るかね。考えてください、皆さん。どんな気持ちで寝るか、ベッドに入って。知ったこっちゃねえよ。まあそうだけど、そうだけど、かわいそうだと思うけどな、僕18歳だったら。これで25度かって言われたら、もう骨も残らないぐらいみんなやっていいよと思うけど、18歳ですよ。ナイストライ。ナイストライ。せいさん、18歳で明日入学式なんですよね。友達いなくなりますよ。よし。ちょっと面白かった。せいさんね、これネットでこういうことする人って、ネットだからこういうことしてもいいだろうっていう考えの人多いんだけど、そういう人ってリアルとネットの区別ついてないから、リアルでもこういう風なんですよね。はい。なんで考え直した方がいいですよ。まだ18歳であれば。頑張りましょう。頑張りましょう。よし。この子が泣きながらこれ、必死にボイスをしてると思ったら僕悲しいんだけど。マーケットクリア。ラストロビーオペレーター。ナイス。やった、プレートもらった。もう振り上げた拳を下ろせないですからね。いや、僕は受け止める。もうそれ振り落としたの受け止めるから、ちゃんとやろう。今からでも間に合います。今からでも改心できる。だって考えてください。誠司さん、多分だけど20分とか30分前までは、俺はこれでハリシスナイプして、ハリシのボイス流して人気者になってやるんだぞって思ってたんですよ、多分。見てください、今の彼の今の状況を。こんな袋叩きにされる、多分思ってなかったですよ。涙出るんだけど。一人エルボ。せいじさんね、はい、余暇時間は余暇時間さん、ビッツありがとうございます。
どうも。自分には何もないと思ってましたが、人には従えると分かり、自己肯定感からハリーさんの配信に救われてます。よかったです。よかったですね。一人の人間救ってますよ。ナイストライ。テイさんね、あなたが救われる方法は2つある。一つは、この試合を無双して勝たせる。もう一つは、僕の配信サブスクライブする。もうこの二つのどっちかしかない。もう、それをしないことには多分だけど許されないと、みんなも。さすがにね、僕の配信サブスクライブしたら、ああ、じゃあしょうがないねって多分みんななる。なんか、こういう小さい子ってなんかその、試合終わり際に VC でなんか大音量流す傾向があるから、今しミュートしておきますね。ナイス？ミッドクリア？ロビークリア？リスポ3人。もう消えちゃうな。いやでもね、僕セイジさんの唯一の失敗は、これって VC しなければ自分の声さらさなくてよかったじゃないですか。見え張って VC してプルプルポイスさらしちゃったことだと思う。多分そこ唯一の欠点な気がする。はい、皆さんお疲れ様でした。セイジさん許してもらう方法分かりました。セイジさん許してもらう方法分かりました。セイジさんは今僕が案件やってるロードモバイルにダウンロードして奉仕活動してください。刑務作業並みに辛いゲームだけど、奉仕作業してください。ロードモバイルで。ロードモバイルで白レベルが15にいったら、許してあげましょう。いやもうこれはもうほぼ刑務作業だから。有罪判決くらいでロードモバイルの刑ですよ。いやもう許してあげましょう。ですね、じゃあそれで OK ですね。ロードモバイルの刑で許しましょう。じゃあロードモバイルで待ってますね。いつダウンロードするんですか？それは今すぐですよ。ロードモバイル、今すぐダウンロード。ハリハリじゃんけんしましょうか。ハリハリじゃんけんっていうのは、じゃんけんで僕に勝ったら1週間いいことがめちゃめちゃあるっていうじゃんけんです。で、久しぶりにじゃあハリハリじゃんけんやりますね。ハリハリじゃんけん、じゃんけん。